先週ねラジオっていうか、はい、まあ、あの本番中も言ってたんですけど、うん、今までのもうこの番組に来てくれたアシスタントのメンバー全員にやっぱり電話しまして、はい、来れるやつはちょっと今日ちょっと飲みに行かないかと、まあ、辻君とか山川とか福田とかスタッフも来るんで、はい、ラジオ打ち上げみたいなラジオの忘年会みたいな感じをやりたいから、うん、はい、あの今までのアシスタントみんな来れる人来てください。今までのアシスタント来れる人で、まあ 何、はい、まあ、何か来れなかったんですけど、はい、まあアルコ&ピースあった、そういうのあったんですか。ありましたよ。え、いや、あの、え、僕らの連絡がちょミス、あ、と、え、ミスってます。僕ら呼んでない、かかってきてないんで。連絡来てないんです。内藤はだ、はい、あれ待って、内藤はだってほら、まあちょっと、小岩の方で、はい、いやいやいや、小岩の方の、小岩のキャバクラでまた、はい、あったでしょ。いや、恋のキャバ騒ぎ恋のキャバ騒ぎがあるって聞いてそんなことはしてないですし、絶対お金もし知ってたとしてもなんで一回連絡くれないんですか。僕毎日キャバ騒ぎやってるわけじゃないんで。キャバ騒ぎ隔週隔週2本撮りです。そういう入ってるかどうかも分かんないんで隔週3本撮りぐらいいやいや、そんなことはしてないですけど連絡が来てなかった。あ、じゃあ内藤はじゃあちょっと忘れてたんだわ。僕は忘れてたんですか。で、僕山野も来てないです。山野ね、はい、探したんだけど、そう、山野っていうの、はい、山野っていうのピンとこなくて、はい、桜井でずっと探してて、ああ、桜井です。それよくあるんですよね。矢の方で探さないと、多分山田とかの次に入ってる。そうなんだよな。あ、桜井の方で、あ、で入ってないですね。だからちょっとお二人と連絡が、はい、連絡網が回らなかった。あ、そうですか。桜井だとミッシルも探してないなと思って諦めちゃったんですよね。あ、山野で多分。山野なんですね。そうですね。はい、で、まあだからちょっとお二人来れなかったんですけど。はいはい。え、もう僕ら以外全員来たんですか。いや、まあ結構来れないやつもいて、はい、あの杉とかも来れなかったし、まあ、はい、あのアルコ&ピースの平子とか、はい、あのシム滝沢、はい、だとか、はい、爆芽の鈴木だとか、はい、あと何人かまあ来ましたけど、はい、全く記憶なくてね、もう俺バンバン酒飲んじゃってその打ち上げがですか、うん、すっげー酒飲んじゃって、はい、全然全く覚えてないですか。全く覚えてないから、はい、いろんな人から、まあ、今日も辻君とか福田から、はい、ああいうことがありましたよって聞いたり、はいはい、まあ後輩吉川とかね、はい、からメールで、まあ、こういうふうなことがありましたけど大丈夫ですかみたいなメールが届いて、はいはい、その事実をちょっとずつ知るっていう、はい、もうなんか本当にあの映画の主人公みたいな記憶がもう4分しか持たないで、どん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 記憶の糸をたどっていくみたいな。それ言われたら思い出すんですか。一応だいたいそんなこともあったなみたいな感じです、まあ、なんかちょっとなんかいろいろあのなんか力の入ったなんかトークをしてたらしいの、うん、もう演説、はい、演説まがいのその飲んでる席で力入りすぎておしっこ漏らしてたの、はい、えちょっとどういうことよくわかんないんだけど、俺もあんまり記憶の糸をたどってやっとそこまで情報を断片的に集めた限りでは相当やってますね、はい、もうちょっとなんかもうなんならちょっと鳥肌実調のちょっと力強い演説をこうしてる時にちょっと近く、はいはい、それがって言った時にもうだいわゆるもう尿漏れだよ。すごいですね。そこまでだからおしっこ行くのも我慢して言いたかったことがあるってことですね。あったのかしんないですけど、ちょっとおしっこが漏れていたりとか、はいはい、あと最初寿司屋行って、これはまあちょっと早めに閉まってからすぐ移動して鉄板焼き屋に移動して、はい、で次あのラーメンの日高屋に移動して、はい、最終的に俺立ち食いそばでそば食ってる。結構食いましたね。で福田君に聞いたら、うんうん、そばまで食ったっつったら、はい、有吉さんは食欲が止まりません、止まらないっつってそばまで食ってます。もう恐ろしいんだ俺。で飲んだら食べちゃうんですか。いやそんなこともない。でも記憶ないんですよね食べてる。なんかね、うん、なんか食ったような覚えはあった。次の日の朝の口の具合で、うん、あ、一応匂いだとかっていう、なんかこれはなんかこれは食ってるぞって。だっておしっこ漏らした後にそば食ってるわけですよね。そう普通の顔して食券買って、ね、えおしっこめちゃくちゃですか。いやそのおしっこの漏らしたのも、はいはい、ジョバーっと昔その、はい、あれよあのもう本当に漏らしたって感じじゃなくて、はい、もうなんか犬のウレションみたいな感じで。